キャンプ場ですね。ここからブライスキャニオンのところに、あのなんかなんていうの、フードゥーかっていうところにたくさんなんか変わった形の岩があるところにアクセスするんですけど、こう近くの駐車場のためでそこから10分ぐらい歩くみたいな、そういう感じですね。で、駐車場の近くから撮れるところもあるんですけど、今から撮りに行くのはね、ホーリーグレールなんですよね。夕暮れが終わって天の川がドワッと出てくるやつなんですけど、この時期の天の川って真南スタートじゃないですか、暗くなったら。だから真南にそのレンズが向けれるそのフードゥーポイントというか、まあそれがあるんですけど、そこはねちょっと遠いんだよね。機材スライダーとかも使いたいですけど、どうしても機材が増えると持ってく三脚の数も限られるし、でミスした時のことを考えると、まあ、補給をかけておきたいなっていうのもあって、あんまりね大げさなやつをこう持っていけないなっていうのがちょっと悩みですよね、今回ね。まあ遠征ってこういうもんなんだなと思いますよ。だからこう必要最低限の機材で実直に取っていくっていうことが多分大事なんだろうなと思いますけど、こうやって見てると赤城山走ってるみたいな感じしますけど、違いますからね、アメリカですから。行きましょうか。はい、なんかあのアメリカの人のなんですか、こうフリーな感じっていうか、めちゃめちゃ気持ちいい感じがして、あのこうやってなんか自分で自撮りとかしたりとかこう喋ってたりしたら、日本だとうわあいつ YouTuber みたいに言われるじゃないですか。そういうのが全然ないんだよね。堂々と知られるのはすげえなんか気持ちいいなっていう感じがする。すごいじゃんここの、あ、すごいじゃんこれ、すごいよ。ちょっと初めて来たんですけど、昨日はあの夜だったから見せれなかったけどさ、すごいね。すごいね。ちょっと、あ、景色撮って、景色撮って。これがブライスキャニオンですよ。今回の旅はここが最終目的地だったわけですね。すごいね。もう電波あるからありがたいんですよね。この前に行ったあのジョシュアツリーは電波全然なかったけど、ここはあるから東だね。求めてる構図ではないんですね。真南を狙っていくと。じゃあもうちょっと、歩きます。はい。ピッコロ大魔法が生まれたユンザビット高原ってあんな感じじゃなかったっけ。王国みたいな。もしくは G ガンダムのドムンが修行したギアナコーチとかあんな感じじゃなかったんですけど、どうでもいいみたいな。どうでもいい。すごいよ。肩登って、ちょっとこれ撮ってくださいよ。左の方に行くと、ちょっと行きますよ。ここだと南向き。ここの展望台で撮ると、いろんな人が来るんで、
結構世話しないんですよ。だからあっちのあそこのあのベンチあるとこでしょ、あの辺から撮ろうと思って。はい、撮れる。この木面白くない、うん、なんかこうこういう感じこういう感じですよね。え、ここから撮る、ちょっと方角確認しよう。あっちから出るのか。ありだけど。あれスライダー使いたいな。しょうがないね。よし、いいかな。これでニコンの Z7 に TTR 持参の11名の F2.8 ですね。これだけ広大だと魚眼じゃないと入んないんだよね。もう基本的にこう180度って感じだから。でこれをね買い出しました、今回の旅、ここでの撮影のためにね。まあいいレンズなんで全然いいんですけど。あ、この三脚も今回新調したんですよ。バンガードの三脚ですね。ベオ 3T プラス 234CB ですね。カーボン三脚です。カーボン三脚のこれあの、ね、俯瞰撮影とかできる運台がついてるやつですね。やっぱこういうトラベル三脚ってこういう時は必要だよね。よし、じゃあ撮影行こうか。よし、じゃあこれは放置。もう一台設置します。でさっきあのカメラ撮影してくれたガイドで同行してくれてる友人に聞かれたんですけどね、あのこんなに早い時間からタイムラプスやるのかって言われたんですけど、グラデーション全部がホーリーグレールなんですよね。だから今までね結構バタバタしてて夕暮れ時になってからホーリーグレールスタートとか多かったんですけど、今日は本当に青空スタートのホーリーグレールということで、まあ、一番その自分のね、やりたい時間の経過がっていうのが表現できるのが、まあ、この時間帯からなんですよ。本来はここからやるべきなんでね。危ない危ない。撮影場所を変えました。違う場所にしました。コンパスが狂ってて南が違う方向向いてるってことに気づきました。危ねえ危ねえ。このねこの辺に登ってくるみたい、天の川が。だからちょっとね想像してる、なんか想像してたね、最初に期待したこちらすげーっていう絶景とはちょっと違う構図になっちゃったんですけど。よし、じゃあもう一個設置しようか。はい、二台目設置完了っす。あ、こういうね、こういう構図でやってます。で後ろに天の川来ます。フード入れたかったけど、この構図の場合はちょっと、フードはなしの、まあ、別アングルのショットをアクセント的に使おうかなっていう感じですね。でこれ Z9 使ってます。なんかね Z9 がちょっとまだ使い慣れてなくて、今朝のねホーリーグレールちょっとミスっちゃったんですよね。で私が今まで使ってた Z7 とちょっとタイムラプスの時の項目が変わってて、それオートシェアなかなと思うんだけど、もうそれちゃんとね検証できたらまた動画にしたいと思いますけど、まあ、これで、まあ、9時ぐらいまでかな、ずっと回しっぱなしって感じですね。
よし、ちょっと映ってるな。ただいまですね、何時だろう、朝4時ですね。でこれからインスピレーションポイントっていうところに行って、朝焼けホーリーグレールを狙う感じです。もうね、電池がなくなっちゃって、カメラをフル充電したらモバイルバッテリーもすっからかんですね。ちょっといろいろ限界な感じになってますけど、絶対決めるぞって感じです。じゃあ行きましょうか。これからライジングサンが始まります。ライジングサンが始まります。昨日の撮影が失敗したんで、結構対策をして今日は臨んでるんですけど、観光客の方、はい、よしよしあ、来た、来てきました、サンライズ。はい、ということで今日もこんな感じで、今もう設置し終わってるんで、あとは時間が経つのを待つだけです。なんとか昨日のリベンジ果たせそうな感じですね。疲れた。で、今日はですね、これからもうちょっと昼間の景色を撮影して、夕暮れ時のホーリーグレールを撮影して、で明日最後の撮影地になります。今回の旅のホースシューベンドへ向かいます。まあメジャーな撮影地ですけど、こちらの人にとっては。でもね、日本人にとっておーこの景色してるみたいな感じだと思うんで、まあそれを撮って帰るという感じ。早いな、10日間あっという間だね。それじゃあ今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。バイバイ。綺麗ですね。